木漏れ日から君を手招きしているカフテリア。久しぶりに予定はフリーご褒美みたいなアフタヌーン酔われたのは鼻をくすぐる怒り扉を開けて木漏れ日の隠れ家へようこそ恋の目に置いてないけど夢に告知の時間愛を込めていらっしゃいませ。本日は何になさいますか。この日はピタリのペテカクシキまぐれなんて言ってどこにもない君だけの一杯にハートエイドがサンシンほっとしてジャージそれともリセお望みの一時をあげたいな。迷い込んだ映画のような日常の延長に君らしさを取り戻す場所いい感じ。窓際の席差し込む光と風全てが計算し尽くしたコントラストで秘密のそろそろ特別なサービス。お待たせしました。本日のスペシャルブレンド。いつも通りの君好みに一さじのサプライズをプラスを心の中じんわりと広がってカートを売るサービス言わなくても人と届くそんなコミュニケーションがあるんだ。魔法にかかる君を見つめていたんだカフェテリア。いかがですか。気まぐれじゃない君だけのプレイ慌てんなってほら自信さんここは木漏れ日の隠れ家いつもの日の君好みに人差しのサプライズを暮らそう心の中じんわりと広がってハートを言わなくてもきっと届くそんなコミュニケーションがあるんだ。魔法にかかる君を見つめていたんだカフェテリア。ゆっくりしていくといいのだよ。